どうも、竹の今竹雄です。今日もよろしくお願いします。はい、今日は先日ね、アイラ、謎のアイラシングルモルト、フィンラガンをやりました。まあ、謎と言いながら多分かでしょうというあのねあれです。で、あの同じボトラーズからね、まあ、有名なまあコスパアイラ、こちらアイリークです。僕ねこれね最初にね紹介してもらった時イーラッハって教えられたんで、どうしてもねイーラッハって言っちゃうんですけどね。イーラッハってのはゲール語ですね。はい、アイラ島民とかアイラの島の人という意味があるらしいですね。アイリーク、イーラッハ、今日はこちらを味わいたいと思います。そしてね、まあそのうち次回はこの2つの飲み比べ、そしてそれぞれの多分ここの上流じゃないかと言われているものとの飲み比べとかもね、そのうちやりたいなと思ってます。はい、今日は新しくお目見え、これはグレンケアンドグラスです。はい、では早速ねストレート45700ミリ40度、ねフィンラガン3000円ぐらいですけど、アイリークは今ね3400円しますね。アイリークの方がちょっと高いです。高いって言ってもね、シングルモルト、アイラのシングルモルトでその値段なんで、まあお値打ちといえばお値打ちですよね。やっぱりね、やっぱり今値上がりしたんでね、安い、まあボーモアクラスでもやっぱ4000円台とかになってますもんね。まあもう今の時代しょうがないですよね。はい、水をして倒して座りをして見ておきます。はい、ではまずは香りからです。うん、単純に、フィンラガンよりもヨード感強めの方のアイラって感じですね。フィンラガンは本当にね、煙、海のピートだなとは、アイラだなとは思ったんですけど、煙、焚き火っていう感じだったんですけど、こっちは、まあ、ヨードコーっていうアイラのね、きつい方のヨード湖。そしてやっぱり共にね、こう、若いから暴れますね。ヒント感がね、ガツガツきます。で、そうですね。香りからはなんか本当に少しなんかフルーティーさが、見え隠れする感じですけど、やっぱり、暴れるアイラピートがすごいです。いただきます。暴れてますね。若い若い。美味しい。でも、やっぱりね、3000円ちょっとで、これだけのアイラシングルモルト味わえれば、やっぱり言うことないですよね。うん、美味しいですね。味わいのアタックもやっぱり、アイラらしい、ヨード感の効いた、まあ、ヨード感なんで、やっぱり、こう、保健室とか、せいろがんっていう感じですけどね。ただですね、まあ、若いんですよ。若いからね、その辺がガツガツくるんですけど、蒸留所当てという意味で言うと、ナフロイグだともっと来そうな気がするんですよ。濃度臭さ。だからやっぱりね、中ブリの若いやつかもしれないですね。というような気が、僕はやっぱりこの、アイリークをね、いいなと思うと、そう思いますね。これ熟成させるともっとなんか落ち着いた感じの、若いんですけど、芯は通ってるというか、その余韻がですね、フィンラガンほど短く切れないんですよ。
ミディアムぐらいあるっていう感じもあるんで、そういった意味でちょっと僕は長ブーリンの若いのかなという気もするんですけどね。わかります、はい、では加水の分です。おうわー、やっぱ加水しておくとね、フィンランドの時もそうだったんですけど、あのフルーティー感が増しますね。あ、これはやっぱりね、あ、このあのフィンランドも時も言ったと思うんですけど、僕はこのイナカもこれは加水おすすめですね。常温の加水いただきます。暴れる暴れる、落ち着きがない。でもやっぱりさっきストレートの時と言ったのと同じですけど、余韻がね割とミディアムぐらいあるんで、うん。そして、もし若いラフロイグだとしたらもっと臭いと思うんですよ、用度感がね。だからあんまりね、上流じゃあっても答えがないんで意味がないんですけど、ただ少なくともあのフィンナガンとは蒸留所が違うのは間違いないと思いますね。ヨードのとかピートの感じが違うんで、純粋にこの常温の加水美味しいです。はい、はい、ということで、じゃあオンザロックで飲んでみたいと思います。はい、ではアイリーク、オンザロックです。フィンランドの時も言いましたけど、アイリークもあのカスクストレングスありますよね、美味しいですまあ今日はね基本のこれですけどね。まあやっぱ3000円で飲めるアイラシングルモルトいいですよ。いただきます。アイラっぽさは十分味わえる。この前フィンランドやった時に言ったと思うんですけど、フィンランドの方はね、僕はずっとあのちょっとキャラメルっぽい甘さというかね、そういうのがベースにあって、であの、まあ、暴れるピートと言いながらもそんなにガツガツ来てるわけでもなく、余韻も短かったんで、あの、まあ、アイラニューもいいんじゃないって言ったんですけど、こちらはね、入門というにはちょっとやっぱり用度強いなぁと思いますね、用度感が。だから、ちょっとアイラに慣れてというか、アイラを初めて飲んで、あ、これいける、美味しいと思った時は、これも、まああの、やっぱりね、あの、デイリーで飲むにはやっぱ5000円、6000円のボトル、ちょっとお高いなっていう、感じがあるんで、そういう時はこういう3000円クラスですよね。シングルモルトでね、まあもちろん同じシングルモルトでももっと安いのありますけど、やっぱりアイラのこの味わいを、3000円で味わうっていうのはやっぱこのアイリーク、そして、フィンランド、この辺になるのかなという気がしますね。アイラストーム、この辺いくらだった？まあ、フィナガの時も言いましたけど、まあね、他にもちょっと今年はその、コスパアイラっていうのがね、あの、まあ、高価なウイスキーだけが美味しいわけじゃないんで、コスパのいいやつっていうのを今年もね、見つけていきたいなと思ってます。もちろん安ウイスキーランキングやりたいなと思ってますね。美味しい。アイラピートがいい感じです。ではハイボールしてみます。
はい、ではアイリーク、いいなですね。ゲルゴでいいな、じゃあハイボールです。いいですね、海のピートは。ハイボールになるとちょっと海感、塩感もちょっと感じるぐらいの、程よいピート加減になって、さすがにね、ちょっと薄まるんで余韻はね、そんなにがっつりは来ないんですけど、フィンラガン同様、どんなものには合うんじゃないかなと思うような、美味しい感じのアイラピートの効いたハイボールになりました。まあこちらアイリークもやっぱりおすすめです。はい、ということで今日は、コスパアイラの定番品アイリークを飲んでみました。まあフィンラガン同様美味しいですけどね、フィンラガンよりもよりこうアイラ臭いという、そのいわゆる保健室ピートの保健室用土感っていうのが、あのちょっとこっちの方がフィンラガンよりは強いかなと僕は思いました。なのでアイリークの方はどっちかといえばやっぱりラフロイグに寄ってるなという気がするんですけど、ラフロイグの若いやつだったらもっと臭いような気がするんで、長ブーリンの分かりやすかなっていう気がした、今日の、アイデアでした。はい、ということで宅の岩竹を、まあ、ウイスキーがメインで蒸留酒チャンネルですね。まあ蒸留酒がビールもね好きなんでやりますけど、いろんなものを飲みながらいろんなこと喋ってます。ウイスキー好き、お酒好きの方ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフも酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタクノリはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。